アンディ・マリー・レーモンド・トゥールーズ・ロートレック・モンファは、フランスの画家。一般的に聖は、トゥールーズ・ロートレック、または単に、ロートレックと呼ばれることが多い。リトグラフ、ナポレオン・ナンフツのアルビで生まれる。トゥールーズ・ロートレック家は、白爵家であり、祖先は旧世紀のシャルル・マーニュ時代まで遡ることができる名家であった。両親はいとこ同士で、父のアルフォンス・ハクは、 奇妙な服装をするなど、変わり者で有名であった。トゥールーズ・ロートレックは、幼少期には小さな宝石と呼ばれて家中から可愛がられて育った。しかし、弟が溶接すると両親が不仲となり、8歳の時には母親と共にパリに住まうようになった。そこで絵を描き始めた。すぐに母親は彼の才能を見出し、父親の友人の画家からレッスンを受けるようになった。 しかし13歳の時に左の大腿骨を14歳の時に右の大腿骨をそれぞれ骨折して以降足の発育が停止し成人した時の身長は1 5 2トルに過ぎなかった胴体の発育は正常だったが足の大きさだけは子供のままの状態であった現代の医学的見解では彼の症状は近親婚に起因する骨粗症症や 骨形性不全症などの遺伝子疾患であったと考えられている。病気により、アルビに戻ったトゥールーズ・ロートレックは活動を制限され、父親からは疎まれるようになり、孤独な青春時代を送った。1882年にパリに出て、当初はレオン・ボナの画塾で学んだが、間もなくして画塾が閉鎖されたため、 モンマルトルにあったフェルナン・コルモンの画塾に移り、以後は晩年まで同地で活動するようになった。なお、コルモンの画塾では、ファン・ゴッホ、エミール・ベルナールらと出会っている。1885年頃のコルモン画塾。手前左端の帽子をかぶった人物が、トゥルー・ズ・ロ・トレック。その右上のカンバスに向かう人物がコルモン。絵画モデルであった。 マリー・クレマンチーヌ・バラドンのデッサンの才能を高く評価し、彼女が画家となるきっかけを作った。彼女をシュザンヌと呼び始めたのも、トゥールーズ・ロートレックである。ポスター、ディバン・ジャポネ、1892年自身が、身体障害者として差別を受けていたこともあってか、娼婦・踊り子のような夜の世界の女たちに共感。パリのムーラン・ルージュをはじめとした、ダンスホール。 酒場などに入り浸り、大勢な性欲をもとに、娼婦たちと頻繁に関係を持つデカダンな生活を送った。そして、彼女らを愛情のこもった筆致で描いた。ロートレックは1891年からリトグラフを制作し始めた。作品には、ムーラン・ルージュなどのポスターの名作も多く、ポスターを芸術の域にまで高めた功績でも美術史上に特筆されるべき画家であり、 小崎男、偉大なる芸術家と形容される。また、足の不自由だった。彼は、しばしば失踪する馬の絵を描いている。彼のポスターやリトグラフは、日本美術から強い影響を受けており、自身のイニシャルを漢字のようにアレンジしたサインも用いた。差別を受けた、ストレスなどからアブさんなどの強い酒に溺れ、アルコール依存に陥っていたほか、奔放な性生活もあって、 梅毒もわずらっており、心身ともに衰弱していった。家族によって、サナトリウムに短期間強制入院させられた後、友人らと旅行に出た後の1901年8月20日、パリを引き払って母親のもとへ行き、同年9月9日、ジロンド県のサンタンドレイコールドイコールボワ近郊に、ある母親の邸宅、マルロメ城で両親に見取られ脳出血で死去した。 最後の言葉は、障害を持つようになってから自身を下げみ、金品は与えたが描く絵を決して認めなかった、父親に対して発した、バカな、年寄り目、であったとされる。三十六歳没。城の近くのベルドレに埋葬された。死後、彼の作品は、父親の意向により、母親とパリでの少年時代からの親友で画商の、モーリス・ジョアイアンによって管理されることとなった。 彼らによって1922年、アルビにトゥールーズ・ロートレック美術館が設立された。ジョワイアンは、トゥールーズ・ロートレックの伝記及び美食家であり、料理人やパーティーの有能なホストだった彼の一面を紹介した、独身桃子の料理法といった本を表した。現在、独身桃子のレシピは、アルビの多くのレストランで供されている。 聖火のボスク城は親しい間柄だった母方のいとこ、ガブリエル・タピエド・セレイランが相続し、後にその末裔の女性によって、博物館として管理されるようになった。没したマルロメ城は、ワインの醸造で知られている。なお、トゥールーズ・ロートレックを扱った映画としては1952年のアメリカ映画、赤い風車、1999年のフランス映画、 ドウ主食の人生などがあるトゥールーズロートレックのサイン他に海岸で排泄をしている写真などが現存するムーランルージュありがとうございます